今日はジュンが最後の日だったので、なんとおでんを作って、またもう食べたの？はい、いや、はい、こんなおでん朝起きてこれ作ったんですよ。すごくないですか？はんぺんみたいなやつはある？うん、すごいよね、ママ、ね、で、ここ全部片付けて、あんなぐちゃぐちゃだった。皆さん、コメントなんで拍手。ママ、すごいいいお母さんだよね。自分で置いない方がいいよと言われました。ジュンにちょっと話してもらいましょう。どうジュン、やっぱり寂しいね。ジュンが行ったら寂しいよね。楽しかったです。コロナになったらどう、この家は。ね、昔からのこういうクリスマスツリーとか見てどう思う？嬉しいね。あ、そう。だ、懐かしいよね、この飾り。ね、僕の飾りがなくなってるじゃん。どれ？僕の写真とかなかった。ないの？あ、ないの？カズとリアとリコ。あれは、バルセロナ幼稚園で作ったのね。だから、ちょっとバルセロナ幼稚園行ってないじゃん。ジュンの写真は昔からない。え、どうこの家。家どう泊まり心地。いいよ、結構。いい、うん、あのソファーが大好き。あ、ほんと。なんかジュン、このソファーで寝てて、あれが気持ちよかったらしいですね。So, これは、ah, okay, so it's soft. Nice and soft. Yeah. You want to continue what you're watching? I think these, at the back. Those were the ones on the bottom though. Be careful. Were they the ones on the bottom? Oh, yeah, you can just keep them. They are.Maybe don't walk on it, Jim. Yeah. It's straight. It didn't fit. Okay. Well, sometimes we can make a bed to watch video. Yeah. It's good. Nice. Yeah, it's good. Wow. Do you want to sleep with Mama? I'll sleep down here. No sense.え、すごいじゃん。ここ3日間のジムとは大違い。あ、本当。うん、なんか、マルコ君とケンゾも悪いことしたね。まあ、場所はなかったんですけど、うん、明日、あともう10分でジュンは22歳になりますね。おめでとう。ありがとうございます。ハッピーバースデー、もうすぐ。2, 3 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jen. Happy birthday to Yeah, I was like, come on. Someone was singing slower and I just sang slower. And Dia made, Dico made the extension at the end, you know? Yeah, I got it. Bye-bye. 最後まで、見えなくなるまで。
でもウィタビックスもだよ。ジョンウィタビックスもだよ。あれついてるから。すごい。デビアスっていうのはダイヤモンドの会社。ビートルズザラストダンスみたいな。ビートルズの最後のコンサートがここであったから。ビートルズファンの方がここで写真を撮っておりますね。なんでもないような。あ、書いてあるやん。ちっちゃいやつ。ザ・ビートルズの最後のライブパフォーマンス行われた建物なんです。であのレッド・イット・ビーのアルバムこの中でレコーディングした。レッド・イット・ビーのアルバムをここでレコーディング。へー、こんなすごいね建物なのにあんなちっちゃく載ってます。男はこういうのが好きなんだって。シンプルなクリーチャーですから。もう男 に近いのかもしれない。そういうの大好き。あと働くとしたら かまぼこ工場でかまぼこ作っていたい。ずっと単純作業。へ超楽しいらしいですね。僕将来仕事これだったらもう喜んでるんです。これ将来仕事だったら嬉しい？喜んでやる。まあお金いっぱいもらえるとしたら。キントンの働き手が見つかってよかったです。オーマイゴッド。うわー、俺あいつがはい、ロロロロロロ。オーマイゴッド。最高ですね。手触り最高。最後にスラップして。
そう。みんな日本人学校行ったことに対して後悔はない。いや全然ないです、ね。いやないないない。あれは多分今まで一番楽しい学校だった。ね、うん、行ってなかったら日本語話せないし。子供たちを日本人学校、トモヤとジュンは中学卒業して、でカイとカズは小学校卒業して、それで本当に良かったと思う。リアとリコが2年生の1学期でインターに移ったことがすごく残念です。ああ、まあでもこれ、うん、今補習校とか通ってるし、うん、まあそれで日本語を習うことができるなら結構いいことだね。うんうん、え、でも違うやっぱり。まあやっぱりそうですよね。僕の家族でも、うん、僕と姉は日本人学校行ったんですけど、確かに確かに僕の兄は日本人学校行ってないでしょ。補習校行ってて、うん、まあ今あのもう30なんちゃらなんですけど、うん、あのやっぱり日本兄の方が日本語はまあ少し下手ってのが分かります、ね。いやでもそれでも、いやそれでも結構全然うまいと思う、ね、全然うまいけど、うん、まあ僕たちと比べたら結構ね、まあバランスがちょっと変わっただけだ、ね、熟語とか漢字とかができないけど、ね、まあね、まあね、まあそうだね。マルコは彼女じゃない。いや、今はいません。いい。ジュンは？僕はいません。ケンゾは？僕もいません。嘘です。嘘です。嘘です。います、います。今年受験です。勉強戻ります。頑張れ、頑張れ、頑張ってください。うん、受験って大変だよね。大変、大変、大変。まあ、受験したことない僕。僕は、あ、そうだ、これ聞いてみたいんだけど、ケンゾとジュンに。うん、Kai and Kazu are doing live from upstairs as well. Oh, really? Oh! Really? Oh. あの、受験って多分国によって全然違うと思うんだけど、うん、僕は日本式の受験を、ね、まあ、2回受けたんだけど、例えば高校入るときって受験あるの？いや、受験ない。高校入るときは受験ない。大学入るときはその地域の近、自分が住んでる地域の高校に行く感じなの？いや、まあ自分、まあ結構人によるけど、その高校って言ったら、そのプライベート高校、うん、コンセルタド高校、そしてパブリック高校。なるほどね。パブリックはもう完璧に無料で誰でも行ける。おお。その間のコンセルタドはちょっと払うけど、まあエデュケーションがもう少しいいって感じで、で、プライベートはもう、まあみんなプライベート行って、まあ一番いいかどうかはわからないけど、とりあえず一番エクスクルーシブって感じで、ね。多分これ違いが一個間違ってるかもしれないんだけど、うん、日本の高校って入念ってある？高校留年一応あるよ。一応あるある。でも結構レアな。でもほぼ起きない。へぇ、高校留年はほぼ。もうスペインでは多分 15% が留年。あ、I'm in the center. I'm 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 in the center. Oh my god. やばい、怖くなってきたぞ。これ撮ってんの？撮ってるよ、撮ってるよ。はい、come on。チアーズ。はい、取れました。 OK、 ありがとうございます。これでご飯が食べれる。今の取れてたかな。取れてた。